宮中行事の新嘗祭に献上する米のお田植え祭が19日伊予市上三谷の水田で行われ、早乙女姿の女性が苗を植え付けました。新嘗祭は天皇がその年に収穫された全国の穀物を神に供え、豊穣を感謝する神事で毎年11月23日に営まれます。県内では毎年旧12の郡が町回りで献納していて、今年は伊予市上三谷の佐々木孝之さんが選ばれました。儀式は20アールの水田のうちしめ縄で囲まれた5メートル四方の一角で行われました。農協の職員5人がかすりの着物に赤いたすきをかけた早乙女姿で横一列に並び、ゆっくりと心を込めて秋田小町の苗を植えました。半分嬉しく、半分は大変だなと思っております。今までの経験を生かして、要は立派な稲を作らなあかんかなというふうには考えております。米は9月に収穫される予定で、精米1升を11月に皇居に献上します。